なに、ネロナ家の血筋説。未だに出生に謎が隠されている。なに、第81話の扉絵では、スパゲッティを食べている犬の机代わりの段ボールに、マンダリンの文字が、マンダリンには、命令者、指導者という意味があり、王族出身という伏線なのかも。そして第845話の扉絵では、女王のように座る波を、5匹の猫が世話をしている絵となっており、これは五老星を従えている犬様とリンクさせているのではないだろうか。そしてワンピースの原案である漫画ロマンスドーンには、波の原案であるであろうアンというキャラクターがおり、このアンという名前はメソポタミア神話における天候を司る神アンからではないかと思われる。波に天候を感じ取る力があるのはそのため。さらにこのアンと呼ばれる神様はアンシャルと呼ばれる神の子供であり、アンシャルはティアマトという神の子供、そしてこのティアマトは原初の海の神と呼ばれる神様で、創造における象徴とされている創造主である天竜人のトップ、イム様がティアマトをモチーフに作られているとしたら、何がネロナ家の血筋であるという可能性も本当にあるのかもしれない。